結構僕のおすすめがね、あの赤身と縦髪を一緒に食べてもらうっていうのが個人的な。へえ。そうなんですよ。もう一緒に口に入れる。一緒にこう巻いてもらって、それこそミルフィーユみたいにこう交互に並べても美味しいと思いますんで。なかなかね、はい、やっぱり関西に住んでたら馬刺しって馴染みがない人も多いんじゃないですか。そうですね、初めて食べるやみたいな人は結構いてはるんですけど、本当に癖がなくて食べやすいんで、で現状もうそこまで把握しないですけど、生で食べれるお肉自体が今多分馬肉だけになってると思うんで、生の肉が好きな方はぜひよろしくお願いします。ユッケもありますもんね。ユッケもそうですね、それこそ熊本の方ではしてると思うんですけど、あの桜納豆とか。桜納豆？納豆とユッケをここに行けばって混ぜてもらって食べるっていうのが今結構ね向こうで多いらしいですよ。へえ、はい、贅沢な。もう美味しいですし、それこそもうユッケそのまんまごま油とうちの専用のタレかけてもらって、黄身落としてもらっても美味しいですしね。はい。